コーン油はトウモロコシの肺芽を原料とした油脂である。主に食用油として利用される。トウモロコシからコーンスターチを製造する際に分離した肺芽を原料としており、コーン工業の副産物であると言える。日本ではコーンを希薄アリュウ酸水に浸しして摩擦し、分離した肺芽から搾油する。コーン1トンあたりの搾油量は3 0ラムで、 オー語の1 8 0ラムに比べるとかなり少ない。ただし面積あたりのコーン収穫量は大豆の3倍程度であるため、作付け面積あたりの油の生産量はオー語の1にほどとなる。生産量はアメリカ、ブラジル、日本の順に多いが、日本の年間消費量は約10万トンであり、アメリカに次いで第2位である。ディノレン酸含有率が低く。 光酸化の原因となるクロロフィルが含まれないため、貯蔵安定性に優れ、家庭用サラダ油として揚げ物炒め物などに、加工油脂や食品工業用として、マーガリーンやスナック菓子などの製造に用いられる。1996年の統計では、日本国内で単体油として6万トン、加工油脂として3.4万トンが消費されている。アメリカでは公開の 約10%がコーン油を原料としている。日本では米油と並んで、プレミアム油とされており、ナタネ油や、オーゴと比べて3割程度効果である。脂肪酸素性は、リノール酸、約55%、オレイン酸30%、パルミチン酸10%。要素化は、アメリカ産のもので127の133、日本農林規格では103の130となっている。 アメリカ産では、飼料用の黄色種。日本産では、コーンスターチ用白色種を原料としているため、数値に開きがある。USDA National Nutrient Database。ありがとうございます。